そもそも、声優さんって、毎回、どうやって仕事をもらっていくというか、仕事をしていくんですか、まあ、例えば爆発的なヒットを生んだりとかね、はい、してしまった作品の誰かを使いたいっていうような流れも、もう今の時代はあると思うんですけど、うん、私の時代は、こつこつとオーディションって感じで、<ー>もうとにかく何か新番組があるって言ったら、事務所の中から何人かくださいって言われて、まあ、その事務所の中にも何人もいるので、うん、その何人になる。 のもまあそこそこ大変なんですけど、うん、私が出てきたばっかりの頃はとにかく世の中が新人を欲しがっていたので、声優さんが。あのー、ありがたいことに。うん、うん。だから20代、30代の人たちを10代の人たちもこの世界に入れていこうよみたいな流れの時代だったので、<ー>本当にたくさんオーディションを受けさせてもらって、えー で決まった決ままっったただからまあ学校卒業してからいきなり4本レギュラーが決まってしまうというそんなシンデレラストーリーみたいなこともありながらただその4本が終わってしまったらもう次ゼロかもしれないっていうのは誰も一緒なスタートですけど、うん、えーうん、えオーディションっていうのは声で監督は判断するわけですよね声とと芝居と、うん、ただ今 は、ま、これまたちょっと変わってきてますけど、当時はあまり似た声の人が被らないようにっていうような感じで、ああ、うん。だから私はその、A という役を受けて落ちたけど、うん その番組の中のすごい脇っちょの役をもらったりとかしたり、メインのところではこの人とちょっと相性が良くないかもしれないからっていうそのバランスとかを。うん、ああ、そっかそっか。うん、似てる人同士だと分かんなくなったりとかしますしね,うすね、うん。逆に今はこう似ててもなんかこう可愛らしくってキュンキュンするような子がわっといたらそれはそれでありがたいっていう感じだったりとか、今はしてるけど。うんうん、ああ、なるほどなるほど、うん。昔はなんか似ちゃわない。 ことが一つみたいなのがありましたね。えー